皆さんこんばんは、アトランタのタカです。これはぜひアメリカ全体の日本人と、それから特にジョージア州に住んでる方にお知らせしたいんですけども、今からもう12月今日で、7日が終わりまして、明日が8日なんですけども、今日実はアトランタの郊外でですね、コブカウンティーっていうのがあるんですが、そこのウォールマートで銃撃事件がありまして、1人亡くなっています。でこれうちの店の従業員が そのすぐ近く、車で3分のところに住んでるらしいですね。で家の前をパトカーがガン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 通ったんでびっくりしたっていう、夕方のニュースにもなってましてね。やはりその年末の注意喚起って言いますか、これが必要かなと思いまして、今この投稿をしているわけです。でみんなお金が必要なんですよね、年末で。特に悪いやつらもやっぱりお金が必要なわけですよ、必然的に。ここは特に年がら年中そういう悪いやつがいっぱいいまして、小金をせしめていくんですが、特にやっぱり年末金がいるみたいですね。でこの前友達から聞いた話によりますとね、例えばこのダウンディという町がありまして、285の環状線のすぐ外なんですけども、そこで平日に昼間に堂々とこう犬を散歩していたら、黒人の兄ちゃんが近寄ってきて、その銃を突きつけてですよ、腕時計よこせというふうに言われたわけですよ。でしょうがないから渡すわけですね。それが普通の住宅街で起きてるわけですよ。だから非常に怖いですよね。で私がよく言うのが、夕方以降もう暗くなった、特に冬場は夕方以降暗いんで、夕方以降はガソリンスタンド行くのはやめましょうと、これも大事ですよね。で実際の白昼堂々でもですね、例えばブルックヘブンのコスコで、これは2年前でしたかね、カージャックがあったわけですよ。ブルックヘブンのコスコの横にすぐガソリンスタンドがあって、そこでちゃんとコスコですから、一人必ず人が見てるわけですよ。でそんな状況の中でも悪いやつがパッと来て車を奪っていくわけですよね。だから本当信じられないですね。やっぱり犯罪は特にジョージア増えていると思いますよ、実際のところで。全米的に今増えてるんでしょうね。やはりコロナ後で格差社会がより広がったというのもありますし、コロナの給付金が終わって、お金がない人がいいで、特にそのそれプラスインフレで金がない、給料よりも出ていく方が多いっていう人がいっぱいいるんでしょうね。だからそういういろんな問題でやっぱりその悪いことついついしてしまう人が増えているとは思いますね。ですから犯罪に巻き込まれない、なるべく早く家に帰るというのがまず大事。それから車用心する、必ずドアをロックする、車の中に貴重品を置かない、当たり前のことなんですけども、そういうことをやる。あとそのバレーパーキングでも信じてはいけないみたいなね、実際のところですから、やっぱりそういう今一度その注意喚起をしてですね、日本人が犯罪に巻き込まれないようにしてほしいと私は願うわけです。よろしくお願いします。